にこれついてこいって。あれ向こうこっち側じゃないけど、一旦オカクラムの動向だけ見てていい？あいつ行ったな、あいつ走ってたな。それやってくれないわけじゃないんだけどね。はい、どうも皆さんこんばんは、ピパランドのポコです。ということで今回も妖怪ウォッチ4プラプラバスターズやっていこうかなと思います。前回の動画でね、僕最終回だと思ってたんですけど、普通にバスターズ新しいミッション追加されてたんで、今回もインターネットのみんなと一緒にやらせていただこうと思います。はい、お願いします。募集リスト今誰もやってないけど、これ俺やって今来てくれるの？これ前回で大々的に最終回ってサムネに書いたらね、普通に妖怪ウォッチバスターズっていう原点にして頂点みたいなミッション出てきちゃったからやります。はい、ということでサクッととりあえず募集してみます。人が来なかったら泣きます。10分待って、このオカカナムさんが来てくれて、すごい早く行きたがってるんで、行きます。ゴーバスターズずっと言ってるんで、まあ、OKOK、OK、って言っちゃいましょうか。これ何が悪いっていうとね、何が悪いとかでもなくて、僕のやってる時間が平日の昼間っていうのが悪いです。行きましょう。さあ、ということでもう全てはこの人に任せました。本当はね4人ぐらい集まってね行きたかったんですけど、さあ行きましょう、ゴーバスターズ。こう原点にして頂点みたいなクエストだから、どんなクエストなのか全然わかんないんだけど、妖怪ウォッチバスターズ原点にして頂点、多分今日のサムネイル原点にして頂点やな。さあ、ということでやっていこう。おお、何これ、画面の左端が赤、あ、そういう、なんか向こう行ってるぞ。どうしたどうした、何これ、ついてこいって。あれ向こうこっち側じゃないけど、みんながいるの。なんだ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 、どういうことどういうこと、なんだこれ、なんかめっちゃ川沿い歩いてるけど、あ、いますね、あそこにいますね。あ、やばいやばいやばい、バレたバレたバレた。おい、おかかなめ、おい、おかかなめ、お前、ちょ待て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 、おお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 お、あ、ん？向かう気になったかこれ。いや、行かんのかい。バレてるバレてるよバレてるよ、行くの行くの行かないの、ちょ、行かないの、ちょ、行かない、もうどういうこと、しかも一人死んでるやんけ。おい、よく見たら、ちょ、待て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 、おい、おかかラム、お前、おかかラム、早くやるぞ、俺の黒雪が死んでまった。あ、それは、あ、それはやってくれる、それはやってくれるの、おかかラム、それはやってくれるんだ。なんかこれ、ああやってくれる、あ、やってくれる、急にやってくれる気になってる。ちょ、待て待て、陰の術じゃあ使って、急に、何、急にやってくれる気になった。オカカナム、あれオカカナムどこ、んいる、ここに、あれ いるいるならいいんだけど、急にやってくれるつもりになった ありがたいね。あれいる、オカカナム、これオカカナムいる、俺なんかちょっと食らってるよ、ちょっと、あれいないいない、あ、あいつだから遠くにいる、うわ、ずるい、ちょ、待て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 、俺死んじゃう死んじゃう死んじゃうって、おかかなめ、ちょ、な、何してんの君、ちょ、もうこれもう よくないで、これよくないで、ほんまに、やばいやばいやばい、よくわかんない、普通のジバニャンが、普通のジバニャンだけ来てるし、あとこの猫またサボってる、サボるなサボるな、お前一人で、ででででででで、強い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 、これどういうことどういうこと、これどうすればいいの、この状況を、俺はこの状況を、どうすればいいかだけ、教えてほしいんだけど、おかかない。あー、倒した倒した。ロボニャン倒したよ。ロボニャン倒したよ。ちょ、待って待って待って。なんか倒せそう。なんか倒せそう。倒せそう。おかかないもこれ戦ってくれてる？このね、吹雪姫使ってる人。ほぼ、ってか、多分ね、多分ね、おかかないもじゃなくて、このお供がほぼやってくれたと思うんだけど、俺のお供いなくなっちゃったけど。あ、馬に取り付いてね。馬に取り付いて、俺も一旦オカカナムの動向だけ見てていい？あいつ行ったな、あいつ走ってたな、ちょ、もうこれどういうことな、やばいやばいやばい、ちょっと狙われてる狙われてる、なんそのたまにリセットされるのは何なん、あいつどこ行った、しかも、おお、来てくれ来てくれた、お、なんとかなんとかいけそうだぞ、なんとかいけそうだぞ、お、もうクマさん倒してるやん、ナイスナイス、いいよいいよ、やずら言うてるけど、おいしょ倒した、なんかね、もうちょっとね、なんかサクサクっといく感じかと思ったら、意外となんかゆっくりいく感じなんだね。お、次はここようやく来たね、多分ね左上にね時間が出てるからね、わかると思うんだけど、結構紆余曲折あってここまで来てます。おお、やってくれて、お、来た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 、なんか別にそれやってくれないわけじゃないんだけどね、やってくれないわけじゃないんだけどね、
すごい寄り道していく、あの自由人なんだろうね、おかかなむは。結構オッケーオッケー、いいよいいよ、ありがとうありがとう、いくよいくよ。多分もうおかかなむおらんな。てかおい、どっか行ってんな。ハリー、ハリーお前どこ行くの。ハリーが多分追いかけてる先にいるぞ。おかかなむ、おかかなむは どこにいるの。俺もう、俺もうこいつで精一杯よ。おれめっちゃ回復するやんけ。待って待って待って、おかかなむこれ助けて、今こいつで精一杯だからの。オーケーオーケーオーケー、多分倒せる多分倒せる。オーケーオーケー、倒した倒した、いいねいいね、倒せてるよ倒せてるよ。いや、なんだかんだもうこうハリーがすごいな。ハリーずっとやってる、ずっとハリー、ほぼで多分このハリーってやつ倒せばいいんじゃない。オーケー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 、これでで違う方向行くんだよ。うん、どういうプレイ。なんかすごいピンピンやってない、なんかなななななんだ、あ、なんかすごいピンピンやってる。あ、そういう作戦ね、そういう作戦でこいつだけまず行かせるって作戦やってんのこれもしかして。いや、この3匹なんかでけえ。ちょ待って、俺ちょ、これはやんないと、これはかげるヤマタノオロチ打たないとやばいでしょ。これはかげるヤマタノオロチ打たせてもらうわ。あ、すんごく強っ、もう1匹倒してる。おお、怖い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 、おかかなむどこ行ったあいつ。ちょ待って、俺だけにしたらやばいよ、俺だけになるとやばいよこれ、俺だけになったとしたらやばいよ。ちょ待って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 、おー、すんごいすんごいすんごい。あ、キラキラ雪化粧って見えたってことはあそこにいんだ。おー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 、このなんかもうちょっとさ結構隠密に行くのかなと、王道クエストだからさ行くのかなと思ったら戦い方が特殊。あ、ビューサビオン倒した、いいぞいいぞ、嬉しいね。ちょっともうよくわかんないけど、おーよー、クリアした、やったなかなかだいや、なんかよくわかんなかったけどクリアできた。これありがとうって言っとこう、これありがとうって。おかかもどこ行くの、もう終わった後もどっか行くんだから。倒したけどわかんないな。ありがとうございます。まあとにかくでもまあ一人じゃねクリアできないんで、ありがとうございます。あ、すんごい報酬もらえてる、8000も報酬もらえてるわ。なんだなんだなんだ、喋ってる喋ってる喋ってる、なんかポコポコって呼ばれてる。あー、すごいすごい、ムービー入った、ムービー入った。ユウたちなかなかやるだにね、ミーはちょっとだけ感心しただに。ここの選手のミーが腕を認めるんだに、まあちょっとは自信持つだに。あ、もしやミーの力を借りたいだに。そうだに、え、急に、だに別に寂しかったとかじゃじゃねえだによ。あ、急にビューサピョン、ビューサピョン、やった。あ、気づいたらいなくなってる。あ、これでもう本当に、あ、これでもう本当に最後だったんじゃない、もしかして。これでだってもう新しいクエストがもうこれ出てこなくなったもんね。多分さっきので本当のラストだったんじゃないかな、妖怪ウォッチバスターズ原点にして頂点ってやつを、なんかもうちょっと変なプレイヤーとやらせていただきましたありがとうね。よし、じゃあ一旦ここで妖怪ガシャやっとくか、鬼ガシャやっとくか。妖怪ガシャじゃない、鬼ガシャね。あ、なんかめっちゃコインゲットしてんじゃん俺、鬼ガシャコイン超で3個もゲットしてる。これちょっと回そう回そう、一旦ここで鬼ガシャコインのタイムを挟んでおきましょうか。さあ、まあラスト正真正銘、多分ラストのクエストをクリアした後だから、まあいい妖怪出てくんじゃないかな。うん、もうこのドヤポンってやつがもうわかんない、まだ2個ありますから。まあサクッと回していきましょう。このクリアした後だから、えぐいの大吉でボーンってでもおかしくないからね。いきましょうか。おい、赤、あ、青、赤と来て、ロボニャンダブルオー、もうこう分かんない、ロボニャンダブルオーが。で、あの、はい、青赤と来て、最後に3つ目が来ますよ。赤なんですよ。もう本当に全員わかんない。はい、ということで今回はこんな感じでどうでしょうか、原点にして頂点妖怪ウォッチバスターズというクエストやらせていただきたんですけども、なんかまあおもろい動画だったじゃない、こういうプレイもあるよって。おかかだむさんありがとうございました。もうこれもうどういうタイトルにしようか、もう悩んでるもんね。はい、ということで、お、なんかあんな、あ、なんか容器あるじゃんこれ。これあれなんですよ、妖怪ウォッチ4の要素でね、こう出てきてね、陽気汚染っていうのがあって、あのやれるっていう、この見ててください見ててください、急にこんなことやるつもりはなかったんですけど、あ、ででででで、ガードしてバンバンやってバンバンやって、
一気に引っぺかすことができるかもっていうこと。はいはいはい、あんまり上手くないというのがね、あの欠点なんですけども。さあ行きます、引っぺかせ。これ引っぺかすとあのこうべっちゃんが出てきます。まあ、べっちゃん。はい、ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。ヨガウジバスターズ4のね動画もっと見たい方はチャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。他にもいろんな動画上げてるんで、よかったらチャンネルチェックだけよろしくお願いします。ということで以上、ピパンドボカでした。ありがとうございました。さよなら、バイバイ。400再生か、まあまあかな。